こんにちは、えっちゃんです。今回はいみこは実況26話やっていきたいと思います。前回ね、もうね、神々の神々だったわけなんですが、今回はあんまり噛まずにやっていけたらなと思います。電池交換。まだ小学校に上がる前のカブトムシ好きの男の子がいた。ある日、その子が大切に育てていたカブトムシが死んでしまった。男の子は動かなくなったカブトムシをじっと見ていたが、おもむろにカブトムシのお腹を引き裂いた。何やってるの？息子の異様な行動に母親が鬼の形相で怒鳴る。動かなくなったから電池を変えようとしたんだ。母親は悲しい顔をして、もう死んでいるのだと言い聞かせた。すると子は不思議そうな顔で母親を眺めていった。だってママはパパが動かなくなった時にお腹を切ってたでしょ。次の日、母親は警察に息子の捜索願いを出した。これはどうして捜索願いを出すことになったのでしょうか。私の推理、ママはパパを殺してしまった。それを多分息子は見ていて、あ、電池交換してるのかなみたいなことを思ってカブトムシに同じことをした。ママはそれを息子に見られたと思って息子を殺したとか、これかな。パパ動かなくなった時にお腹切ってたでしょ。正解。だってママはパパが動かなくなった時にお腹を切ってたでしょ、という息子の発言から母親が父親を殺害したことがわかる。それをこの男の子は見て、母親が父親の電池を交換しているのだと解釈したのである。秘密を知られたことに気づいた母親は男の子を殺害し、遺体をどこかに隠し捜索願いを出した。なんてひどい母親なんだ。バレたくなかったんでしょうね。てかそれ以上のものがあったんでしょう。次。つい最近引っ越した。2チャンネル見ないと生活できないくらいに生活の一部になってるから、荷ほどきよりも先にネット環境を整えた。しばらく2チャンネルを楽しんでたけど、疲れが溜まってたから深夜に風呂に入ったんだよね。湯船に浸かってのんびりしてたら2階から誰かが降りてくる音がして、家族起こしちゃったかなと思ってるうちに足音が脱衣所に入ってきて声がすんの。お兄ちゃん、お風呂入ってるの？早く上がってよ。ん？と思って黙ってると続けて、もう上がらないんだったら一緒に入るよ。何か言うか言わないか迷ってるうちに戸を開けられそうになった。ビビって戸を渾身の力でかけて押さえて叫んだよ。入るんじゃない、あっち行けって。そうするうちに向こうの力が弱くなって、もうちょっとで美味しい思いができたのにって声とともに足音がどんどん離れていったのよ。でも俺の声で家族が起きてきて、夜中に何騒いでるんだ、引っ越してきたばかりなのにご近所に迷惑かけないでよねって叱られちまったが、心底ホッとした。読んでて分かっただろうけど、俺って一人っ子なんだよね。矛盾を指摘してください。俺って一人っ子なんだよね。妹誰？あ、違うんだ。でもここじゃないってことはお兄ちゃんかな。正解。妹がいないはずだから幽霊かもののけか風呂に入ろうとしてきた。え？そういうパターン、不審者とかじゃなくて？めっちゃ怖いじゃん。もうやめて。ちなみに撮影時間、深夜の2時。深夜の2時にこれはきつい。怖いよ。今からお風呂入るっていうのに。次。別に怖い話ではないんだが、な。うちの地方では深夜の2時22分22秒に鏡を見ると、自分の死に顔が見れるっていう話があるんだ。これは試してみた。恐る恐る小さな手鏡で見たわけよ。でも何も映ってない。おや？と思って目を鏡に近づけたが、映っているのは後ろの壁だけ。やっぱり噂なんてデタラメだらけだな。ビビって損したぜ。推測します。矛盾を指摘してください。やばい、最近なんか冴えてる。無駄に冴えてる。冴えてると早く怖くなるから嫌なんだよね。鏡見たけど映ってるのは後ろの壁だけ。自分が映ってない。死に顔っていうか、死んだ後の言うない何もない状況。正解。自分も映ってないということは顔も残らない死に方をするのであろうか。ぐちゃぐちゃ。怖い。やばい、この後鏡見れないよ。次。ねえ美咲くん、なんでこんなことしたの？生物が好きだし得意で勉強熱心なのはわかるよ。けど何もこんなことしなくても。あなたは医学部への進学はほとんど決まってたのに、先生は静かに泣いてしまいました。どうして医学部に進学できなかったのでしょうか。なんでだろう。何したの？美咲くん、なんでこんなことしたの？生物が好きだし得意で勉強なんて
何もこんなことしなくてもっていうのは一体何なんだ？違います。進学はほとんど決まっていたのに。ねえミーサーキーくん、勉強熱心なのはわかるけど、なんかしちゃったのかな。正解、ミサキくんは自分の体を解剖した。あ、だからてんてんてんなの。そんなのやばすぎるでしょ。え、なんかを解剖したとかじゃなくて、自分の体解剖はさすがにね、もうサイコパスを超えてるよね。ひー、やば、ブラックジャックじゃん。次、ファイル5。ワンルームマンションで一人暮らししてた時、夜中ビネオンを見てたら、飼っていたチワワが突然火がついたように吠え出した。シャワールームに向かって、なんだか怖くなって音を立てずに、そーっとシャワールームの扉を開けた。チワワはすかさずシャワールームに入り吠え続けた。扉の隙間からシャワールームを覗いたが、別に何事もなかったので、チワワを抱き上げ、扉を閉めようとした時、何か違和感を感じた。ゆっくりとシャワールームの鏡を見ると、鏡に映る浴槽の中からずぶ濡れの女が鼻から上を抱きを出してこちらを見ていた。ドキッとしてまた見たが何もなかった。慌てて扉を閉めたが、チワワは吠え続けていた。格安物件だったわけが分かった気がする。矛盾を指摘してください。なんだろう、扉の隙間からシャワールームを覗いたけど何もなかった。扉を閉めようとした時にシャワールームの鏡を見ると浴槽の中にずぶ濡れの女がいると。でも何もなかったけどチワワは吠え続けてるんだよね。違います。ずぶ濡れの女がこちらを見ていた。鼻から上だけってことはこういう感じだよね。もう幽霊だよね絶対。鏡に映る浴槽の中が見えるのが変。バスルームではなくシャワールームということは本来浴槽がないタイプの風呂であろう。あ、なるほど。ゆっくりとシャワールームの鏡を見ると、鏡に映る浴槽の中からずぶ濡れの女が鼻から上だけを出しこちらを見ていた。ドキッとして浴槽を見たら何もいなかった。つまり存在しないはずの浴槽が見えたことが おかしい。てかそれを普通に書いてるのもおかしいじゃん。え、なんか嘘なんじゃねってなるようなあれだね。意味コアだね。なんかこれあんま怖くないな。なんかそんなバカな感がある。よし次、ファイル6。最近なんかストーカーされてる気がするんだよね。え、大丈夫なの？大丈夫だとは思うけど、今日なんて家の電話の受話器が外れて置かれてて。あ、それやばくない？ね、今私一人暮らしなのにマジ怖いって。警察とかに相談したら？そうだよね、なんとなく受話器取ってみたの。しー、まあそれは何も聞かれないよね。怖すぎるでしょ。あんま考えすぎると怖くなるから、ルカに電話して一人先中ハッピーだ。あれ、やばいんじゃない？ちょっとあゆめ、急いでうちにおいで。どういうこと？推測します。何がやばいんでしょうか。一人暮らしでしょ。で、受話器外れてて、受話器取ったら何も聞こえないと。まあそうだよね、繋がってなければそれ聞こえないけど。どういうことだろう。あれかな、電話機が外れててシーンってなってて、で、まあなんか何も聞こえないのは当たり前だけど、なんか盗聴されてる的な感じ。違う、何も聞こえないのが変。もしかしてツーツーツーとかそういう音が聞こえるの。電話機って固定電話を最近使ってないからわからない。違います。一人だけチューハートハッピーだっていうのもよくわからんよな。てか受話器シーンかな。シーンで音が鳴ってない。あ、何、シーンということは電話がつながっている。誰かが電話越しで音を聞いていた。そういうこと。え、でも電話ってさ、受話器もう取っとくだけじゃ音鳴らないの普通じゃないのかな。え、わからん。次行きます。ファイル7。夏休みにみんなで夜の学校は肝試しすることになった。やりたくなかったけど気になる子も一緒だから行くことにした。怖がりの気になる子と一緒の組になりめちゃくちゃ嬉しかった。でも僕もかなり怖がりだったから、怖がってる顔を見せたくなかったのと暗かったのと恥ずかしかったので、気になる子の顔は全く見れなかった。だけど気になる子はずっと僕と手をつないでいたから、ゴールした時にお互いの手はうっ血して青紫色になっていて、どれだけ強く握ってたんだよって
お互いの右手を見合わせ、お笑いしたんだ。え？矛盾は右手だよね。普通手つなぐとき右手と左手ってならんけ？ならんけって言っちゃったよ。なるよね。右手同士でつないでるってさ、うっ血したなんかゾンビの手みたいなのお互いに見せ合ってたってこと？怖くない？回答する。正解！お互いの右手を見せ合ってお笑いしたんだとあるが、普通に手をつなげば右手と左手になるはずである。右手と右手であれば握手をするような形になってしまう。となると別の誰かに手を握られていたことになる。ただ気になるところは、いくら顔が見えなかったとしても、うっ血して青紫色になるほど強く握っていたのであれば痛みなどを感じるはずである。となるとこの二人はすでに死んでしまっており、青紫色になっていたのかもしれない。怖すぎて痛みは吹き飛んでいただけかも。この解説じゃちょっと違うと思う。やっぱりなんか別の何かと手をつないでたんだと思うんだけど。で、うっ血して紫色になるほど手をつなげるってなくない？あんまりね。次、ファイル8。今私が住んでいる場所は特に曰くもなく、うちの家系がずっと住んでいる土地で、家族と一緒にこの家に住んでいれば恐怖体験は自分には起こらないと思っていました。でもここ最近リビングにいると昼夜を問わず女性の低い声で鼻歌が聞こえてきます。最初はよく耳を澄まさなければ気がつかないほどに遠くから聞こえてくるのですが、放っておくとどんどん近づいてきます。それでも放っておくと意識を集中しなくても聞こえるほどに近づいてきます。なので私はその声に気がついたらいつもうろ覚えの般若心経を繰り返し唱えるようにしています。そうすると声はだんだん遠ざかっていきます。このリビングではテレビにも集中できません。声が聞こえ始めるのは完全に不定期ですし、早く声に気づいて般若心経を唱え始めなければ時としてそれは部屋にまで入ってきます。そういえばこの前大好きなアーティストのニューアルバムが発売されました。発売日を楽しみにしていたので、お店で買った時はすぐに聴きたくてものすごく急いで家に帰りました。早速家に帰ってヘッドホンで聴いて一通り聞き終え、よかったなと余韻に浸りながらヘッドホンを取ったら耳元で、って耳元。どうして声が近づいてきてしまったのでしょうか。それは一通り曲を聴いていたからではないでしょうか。違うん？でもその時間に絶対来てるよね。ヘッドホンで聞いてたからかな。正解。ヘッドホンしてたんで声の接近に気づかず、ヘッドホン外したらもうここまで来てたと。怖すぎる。いや怖すぎるでしょ。もう次行きますよ。やばいな、幽霊系に最近怯え始めた。なんか最初の方は現実のものの方が怖いなと思ってたけど、この家怪奇現象起きるしな。次、今日すげえ怖い車見た。全身スモークの黒板で、真夜中なのにライト消して軽自動車を煽ってんの。しかも当たるか当たらないかの距離だから当然軽自動車の運転手も気づいて結構飛ばしてた、ってか逃げてた。暗かったけど軽自動車のバックミラーから見える顔は女の人っぽかったかな。とにかく必死で逃げてて、最後は警察署に逃げ込んだみたいだったけど大丈夫だったんだろうか。矛盾を指摘してください。軽自動車のバックミラーで見えてるのは、そこまで見えないよね、真夜中だったらね、きっと。正解。バックミラーに映った姿をかろうじて見ることができるのは真後ろにいる車だけ。つまり煽っているのは語り手。警察署まで逃げ込んだところまで煽っていた。女性なのに。やばいですね。次、最後です。俺は運び屋をやっていた。だからオートバイで高速を利用するのが日課になっていた。今日も荷物を届けるために高速に乗り目的地に向かう。しばらく走ったところで車線を変えてきた車に接触した。一瞬バランスを崩したがなんとか耐性を。びっくりした。何今の。報告そんな風に出ないでよ。しかもまた黒い画面出たし、怖っ、鳥肌やば。急に上から広告出てくる、そういう仕様？これ良くない。そういう広告良くない。怖っ。もうだから怪奇現象とかいらないって。この家、怪奇現象起きるしな。それで何？はい。そう思いながら、なんともなかったんで走り続けた。
そして目的地に着いたんで高速を降りようと料金所に行き、金を払うためにバイクを止めた。その瞬間俺はぶっ倒れた。はい、推測します。どうして俺は倒れたんでしょうか。金を払うためにバイクを止めたらぶっ倒れたの？え、あれかな、足に当たってたとか。違う、もう広告が怖い。一瞬バランス崩した。車線を変えてきた車に接触したから。正解。接触した時に足がなくなったのでバイクを降りようとして倒れた。なくなったことに気づいてないはやばいでしょ。骨折してるぐらいにして。もうでもちょっと怖いんで今日はここまで。もう終わり。上からミョって急に出てきて、何もボタンなかったよね確か。急に出てきて、しかもあのいつものブラックアウトする感じ。もうイミコは絶対これわざとでしょ本当に。皆さん、この動画が怖かった、面白かったと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。皆さんまたお会いしましょう。バイバイ。